4月25日午前7時おはようございます。営業です。今日は早速昨日の動画の続きなんですけれども、ジーウンのライダー M を使ってサイクリングしています。ちょっとまだ使い方がよく分かってなくて、方向が正しく行ってないんですけれども、とりあえず始めてみます。はい、位置を調整してみました。これでだいたいまっすぐ見ていいのかな。今日は GoPro の設定を一回見直しまして、デフォルトの状態に戻してあります。 ProTunes の設定は無効にしてあって、今デフォルトの状態です。一応内蔵の手ブレ補正もあるので、それは有効にしてあります。でさらに、明るさによってフレームレートを間引いたり早めたりして、明るさを調整、一定に調整してくれる機能があるんですけれども、それは無効にしてあります。ちょっとフレームレートがバラバラになってしまうと良くないと思ったんで、それは無効にしてあります。そして画質の設定なんですけれども、 GoPro の設定は 2.7K の解像度、そしてフレームレートは今ちょっと 60fps にしてます。そんなような形で今 GoPro でサイクリングしています。よいしょ、ちょっと道を外れますね。ちょっといつも使っているサイクリングコースの近くに神社があるみたいだったので、少しお参りしたいと思います。こういうところでお参りすることによって、歩いた時の普通の営業散歩ですかね、その時の手ぶれどれだけ補正してくれるかというのも試してみるためにお参りしに来ました。でこちらが手水舎ですね。作法は普通のものと同じで、こういうふうにまず左手にかけて、右手にかけて、左手に水をすくって口を清めると、そういうような形ですね。こちらは一般的に言えば八幡神社というところになります。僕初めてここに来たんですけれども、結構境内広くていいところだと思いますね。でここにお賽銭用のポーチ、ガマ口のポーチがあるので、これで参拝したいと思います。参拝は2礼2拍手1礼、2杯2拍手1杯っていうのかな。はい、お参りしました。どうですかね、歩いて行ってもブレってそんなに感じないですかね。ちょっとまだこの GoPro の向きっていうのが分かりづらいんですけれども、それもおいおい練習したいと思います。緑が綺麗ですね。で、はい、そういうことでまた川沿いの道に戻ってきました。
さっき神社の方にお参りして行ったんですけれども、どうだったでしょうか。やっぱり歩くとブレがすごいのかな。今変わるビジネスリックのところに取り付けてやってるんですけれども、若干装着感が緩い感じで下に垂れ下がっちゃいそうな気がします。ここはつい先日来たばっかりなんですけれども、もうさすがに桜は全部緑色に変わってますね。葉っぱになってます。まあ逆に言えば今新緑のいい季節だと思いますね。ジンバルをつけているとちょっとカメラの向きのコントロールってすごい難しいなって思います。一応その左右のコントロールに関してはこのピークデザインの POV マウントの部分を動かしてしまえば向き変えられるんですけれども、高さ上向きになっている、今上向きになっていると思うんですけど、これはアプリの方で調整して若干上を向くように書いてあります。まあ、でもかなり緩やかな映像になってくれてると嬉しいな。それだったら買った甲斐があったと思います。結構だいぶこの辺りも暖かくなって、冬に走ってた時と比べるとだいぶ人通りも多くなってきて、できるだけそういう人を映さないようにしているんですけれども、まあ映ってしまう部分はいい感じにカットしてあります。でカットしているところって多分人が映っているところですね。都会で長回し撮影しているとどうしても、まあ、他人というか人の顔が映ってしまうんですけれども、まあ、そのあたりはしっかり配慮して長回ししていかないとなんか後々問題になりそうだなっていうこともあるので、このあたりは今慎重に撮影しています。でも、まあ、人がいないとき、今結構空いてる場所なんですけれども、人がいないときはこうのんびりと喋りながら撮影できるので、この場所はそういう意味ではいいなと思います。以前鬼怒田公園のところに行って桜の撮影とかしてみたんですけれども、あそこもかなり面積が広いので自由にいろんなことが撮影できていい場所だなとこの前行って感じました。結構他の人もいろんな目的で公園に行っていたので、僕もそんな感じで朝撮影しに行くのはいいかなっていうふうにこの前思いました。だから今度このジンバルを持ってその鬼怒田公園でちょっと練習しようかなと思います。昨日の紹介動画ではカットして入れなかったんですけれども、このジウンのライダーアイムの付属品の中には自撮り棒も入ってまして、まあ、そうすることによってこう手で持って撮影することもできます。ですので今度のライダーアイムの動画では公園に行って、まあ、歩いてこのジンバルの威力を見るのと、あとは自撮り棒で手に持ってジンバルで撮影してみたいと思ってます。その2つをうまく使い分けられたら結構一通りジンバルの撮影の方法はマスターっては言えないと思うんですけど、練習になるかなと思いますね。で今日はなんだかんだで神社とか行ったんで長めの撮影になってます。ジンバルの方向がちょっとおかしくなったなと思ったら、このピークデザインのマウント部分を左右にずらすことができるので、左右にずらすことでこの横方向の向きはいつでも調整できるのはいいかなっていうふうに感じました。結構 GoPro で撮影するときにいつも思うのが、若干何て言うんでしょうかね、映像が、まあ、これは個人の趣味なんですけども、映像が暗っぽいなっていうのを感じるんで、今回は少し
色補正をして明るめにして出そうかなってふうに思ってます。 GoPro でやっぱ撮影するときにその色補正どれぐらいやるかっていう練習を少しずつでもやっていかないとやっぱ GoPro の良さって出てこないんじゃないかなと思ってます。 GoPro 結構この広角の画角ってすごい楽しいんですけど、まあ、それ取っ手出しも取っ手出しでやってしまうとなんか色味が、まあ、編集しやすいような色味になっているので、まあ、若干浅めの色ですね。それをちょっと色補正をして色を引き立てたいと思ってます。ただ僕はそんなに色補正の技術力がないので少しずつ学んでいけたらなと思ってます。今日の動画は自転車プラス GoPro のもともと内蔵のスタビライザー機能とジーウンのライダーM、このデバイスを使って3つこの自転車で走ってるっていうのはこの左右にぶれることはあるんですけれどもある意味スタビライズ的な動きになっているのでこの3つ合わさればかなり滑らかな映像になっているんじゃないかなと思ってます。さらに今日は 60fps で撮影してますのでいつもよりぬるぬるとした映像になっているといいなと思います。ただこの2.7K と 60fps で撮ることによって映像のこの容量ですね、これがすごい増えてしまうっていうのとあとはやっぱりちょっと編集するのが大変、コマ落ちしちゃったりするのでこのコマ落ちしないようにするために今はプロレゾ LT という画質、まあ、これ実は 100Mbps の画質なんですけれどもその画質に変換して編集してます。一見データレートが 100Mbps に増えるんでそっちの方が重いんじゃないかなと思いがちなんですけれども、まあ、実際のところは圧縮率が全然違うので圧縮されている方が CPU 負荷が高いんですね。なのでこの H264 とか MP4 の形式のまま編集してしまうと、まあ、コマ落ちしてしまう場合は何か他の画質の形式に変換してから編集することで、まあ、パフォーマンスが出て快適に編集ができるかもしれないです。多分この 2.7K60fps で編集していると、まあ、長尺になればなるほど容量は大きくなりまして GoPro Hero 5の場合は4ギガごとにファイルが分割されていきます。それが今日は どれぐらいできるのかな、多分4個か6個ぐらいファイルできると思うのでそれを連結して編集しないといけないですね。でその連結してトランスコードしてあとは今ロードのピンマイクで別撮りしてますのでその映像と音声を合わせたりそういうこともしないといけない、まあ、それがちょっとこのサイクリング動画で時間かかるところですね。まあ一回合わせてしまえばあとは切っていくだけなのでそこは簡単なんですけどね、最初の前準備が少し時間かかるのがこのサイクリング動画の難点です。まあ、ただ朝収録しているのでその間にエンコードは済ませられるっていう利点もあります。はい、じゃあそろそろ今日もいい時間、長い収録時間になってきたのでこのあたりで動画を終わりにしたいと思います。今日はジーウンのライダーM初めて使った動画になりました。少しお見苦しい点もあったかと思いますけれどももう少しいろいろ使って試してみてより良い映像にしていきたいと考えています。この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。以上営業でした。ではでは。